1868年、徳川幕府が倒され明治の世になると、日本の国土には少しずつ鉄道が敷かれていきました。それまで主流だった船による水運と比べて、一度に多くの貨物や人を運ぶことができる鉄道は瞬く間に全国に建設されていきます。戦争が終わり、高度経済成長期に入る頃には列島の隅から隅まで鉄道が伸びていました。これまでとは全く異なる鉄道である新幹線も登場し、日本の鉄道は黄金時代を迎えます。一方で、経済が発展するのに伴い、鉄道に取って代わる新しい交通モードが幅を利かせるようになりました。全国に立派な道路が整備されるにつれて、自動車がどんどん増えていきました。鉄道のローカル線を使う人は減っていき、鉄道貨物もトラックに取って代わりました。遠くへの移動には高速バスや飛行機も使われるようになり、寝台列車は姿を消していきました。80年代の後半になると、それまで国が面倒を見ていた国鉄が民営化されます。それに伴って、需要の少ない多くのローカル線が姿を消していったのでした。日本の鉄道網はここ数十年で大きく変化しました。しかし、日本は未だに鉄道大国で、鉄道を愛好する人の数も世界と比べて圧倒的に多いです。桜が咲き誇る時期にも、雪に閉ざされる季節にも、多くの鉄道ファンたちが全国に足を伸ばし、各地で汽車旅を楽しむ光景が見られます。そんな鉄道ファンの間で究極の鉄道旅行とされているものがあります。最長片道切符の旅と呼ばれるものです。国鉄改め JR では、ルートが一筆書きになってさえすれば、基本的にいくらでも経路の長い乗車券を買い求めることができます。そのルールをもとに、理論上考えられる最長の経路となるものが最長片道切符と呼ばれる切符です。1枚の切符で日本列島の北から南までいろいろなところを巡りながら旅をすることができ、毎年多くの鉄道マニアがこの切符を買って旅行をしています。現在、最長片道切符の経路の長さはおよそ1万キロ、地球4分の1周分の長さです。これでも十分長いですが、時代を遡れば、今ではなくなってしまった路線も経路に組み込むことで、もっともっと長い距離を1枚の切符で乗ることができていました。最長片道切符の経路が歴史上最も長かったのは、1982年6月23日、東北新幹線が開業した時です。鹿児島県の枕崎駅から九州、本州、四国、また本州に戻り、東北地方を北上して北海道の様似駅まで、総延長 13,423.7km、 極東のロシア・ウラジオストクからユーラシア大陸の最西端ポルトガルのロカ岬まで行けてしまう長さです。今回、私はこの史上最長片道切符のルートをすべてたどる旅を行います。もちろん、すべてを鉄道で乗り通すことはできませんが、鉄道が廃止された区間は並行して走っているバスに乗ります。ところどころ存在するバスすら廃止されてしまった区間は徒歩で移動することになります。1982年から2022年、40年経って史上最長片道切符の沿線地域の交通事情は大きく変化しました。その時代の流れを皆様にご紹介しながら旅をしていこうと思います。
線路は1本、ホームも1つしかありませんが、ここは歴史とした終着駅です。日本で最も南にある JR の終着駅として知られている鹿児島県枕崎市は枕崎駅に来ています。北海道の稚内駅からずっと3000キロぐらいかな、ずっと続いてきた JR の線路もここで行き止まりになるということで、鉄道マニアたちにとっては人生で一度は来てみたい、そういう駅になっています。そんな有名な駅に来てね、僕も感慨深いなと言いたいところなんですけれども、実は枕崎に親戚がいるもんでして、もう何回もこの駅来たことあるんですよね。なので全然新鮮ではありません。正直に言うと、ああまた来たかと、そういう感じですね。今はここに枕崎駅舎があるんですが、こっちの向かい側に太陽っていうスーパーがありまして、実はですね、僕が幼い頃、小学校ぐらいの頃までですかね、ここが枕崎駅でした。もともとこの枕崎駅に乗り入れてきたのは JR 昔の国鉄ではなくて、南薩鉄道という私鉄会社でして、ここから北上しまして、鹿児島本線伊集院駅までを結ぶ路線を建設しておりました。その南薩鉄道線、後の鹿児島交通線も利用者の減少に伴って1980年代に廃止されたんですが、その後に乗り入れてきた JR の路線は存続しましたので、駅舎はしっかり残っておりました。ただですね、あくまで駅舎は鹿児島交通の持ち物だったので、 JR の路線しか乗り入れてこないにもかかわらず、駅舎を持っているのは鹿児島交通と、なんとも不思議な状態の駅だったわけです。駅前にね、バスロータリーがありまして、ロータリー自体はずっとそこのままなんですが、そのバスの待合所みたいな形で駅舎が使われていたそうです。もちろん鉄道を利用する人も使えました。ただ超ローカル線の指宿枕崎線が使うにしてあまりにも駅舎が広大でしたので、そんな土地があるんだったら、せっかくだったら再開発しようぜということで、今はスーパーが建っているわけです。とは言っても路線は残っていますので、枕崎駅舎はこっちの方にね、だいたい100メートルぐらいだけ短縮されまして、こちら側に移動してきました。移転してきた当初はこの駅舎もなくて、本当にここが終着駅なのかと言いたくなるぐらい質素な駅だったんですけれども、市がお金を出したのかな、今では立派な駅舎も設けられています。こういうふうに立派なゲートとか、この立派なゲートは移転当初からあったかな、本土最南端の始発終着駅というモニュメントも設けられています。書いてますね、稚内から3099キロだそうです。稚内駅にも同じようなモニュメントが確かあったはずですね。なんでこの枕崎駅に来たのかと言いますと、史上最長片道切符の旅というのをやろうと思って、始まりの地であるこの駅に来たわけです。その史上最長片道切符っていうのが何なのかというのは、ですね、別の動画で詳しくご紹介をしようと思っていますので、ぜひそちらをご覧ください。もうひょっとしたら公開されているかもしれません。簡単に説明するとですね、JR の切符を作ろうと思うと、理論上最長の距離になる切符っていうのが出てくるんですが、それのことを最長片道切符と呼んでいるわけですね。もちろん2021年現在も最長片道切符というのは存在しています。ただ JR の路線も新しく伸ばされたり逆に廃止されたりしてきましたので、今までの歴史上最も、その距離が長かった時期というのがあります。今回の旅ではその時のルートを再現しながら、移動してみようというわけです。具体的に言うと1982年かな、6月23日から6月30日の間、8日間だけ存在した切符になりまして、始発地がこの枕崎駅、そして終着は北海道の様似駅となっておりました。今回の旅ではそのルートを再現しながら旅行しようというわけです。ただね、どれぐらいご協力いただけるのかわからないので、とりあえずは九州を出て、広島県あたりぐらいまで第一弾としてやろうかなと思います。そこから先はね、ご協力いただいたらその先もやろうかなというわけですね。もしね、ご協力いただけなければ、YouTube 引退しようかなと思っています。ちょっとね、バイトみたいな感じで食いつないでいたんですけど、さすがにそろそろ定職に就かないとなということで、もしうまくいかなかったらね、YouTube は諦めておとなしく定職に就こうと思います。実際に旅行を開始するのは明日なんですけれども、ちょっとね、朝が早いんで今のうちに説明をしておきました。ということでね、面白いと思ったらぜひチャンネルの高評価ボタンを押していただければと思います。よろしくお願いいたします。今ホテルに着いたんですが、いろいろサービスをしてくださいまして、まずこれですね、枕崎はカツオ節というか、カツオの生産高が日本有数ということでですね、カツオ節が有名でして、これをいただきました。枕崎のカツオ節たくさん食べてるんですけれども、本当に美味しいのでね、この後晩ご飯の時にこれも一緒に食べようかと思います。で、なんか大学のゼミか何かで指宿枕崎線に関するアンケートをしているようでして、結構ね、そういうのに真剣に取り組んでいるみたいです。僕はもう QR コードの方から回答したんですが、
まあ、ぜひ皆さん泊まりに来られた際は真摯に回答してみてください。すごい宿の方も親切でしたね。翌朝12月11日になりました。今日は非常によく晴れています。景色もかなり綺麗に見えそうです。昨晩も見た稚内まで 3099.5km の看板、おそらくこれは在来線で最短距離で行った場合にこの距離だよという意味だと思いますが、私はだいたい1万と2000キロぐらいかけて南稚内まで行くつもりです。稚内は行き止まり式の駅なので通らないですね。この区間に入ってくるのは最大2両編成。ホームもそれに合わせて2両分しか用意されていません。指宿枕崎線、指宿まではかなり本数があるんですが、そこから先枕崎までとなると極限まで列車の本数が減らされています。1日6本ですね。6時台、7時台といったらもう次が13時20分と、だいたい6時間ぐらい間隔が空いてしまいます。まあ、典型的なローカル線のダイヤといったところでしょうか。今回乗るのはこの7時35分発の便です。前ね、6時台の便に乗ったことがあるんですよ。鹿児島中央まで直通してくれるんですが、鹿児島市内の区間はかなり混雑していましたね。今回は指宿で乗り換えとなるようです。本日は枕崎から肥薩線の栗野というところまで行きまして、そこから廃止代行バスを使って山野線、そして宮野城線をたどりまして、最終的に鹿児島本線仙台駅まで向かおうと思います。仙台といっても川に内側の内と各自でして、東北の仙台とは無関係です。最近はですね、JR 九州では平日に日中の列車を運休して、その間に保線工事を行うというのをガンガンやるようになりましたので、平日に旅行される際はかなり気をつけた方がいいと思います。お客さんは6、7人ぐらいで、そのほとんどが先ほどの枕崎止まりの列車から折り返してきた人たちです。枕崎には目立った観光地というのがあまりありませんので、残念ながらやってきた鉄道ファンの人たちは大体がそのまま折り返してしまいます。日もだいぶ昇ってきました。普通なら景色が見やすくなっていいんですけれども、この辺りはですね、だいぶ沿線に木が生い茂っていまして、このキハ40の窓ガラスにかなり傷が入ってしまっています。なので逆光みたいになってしまって、ところどころね、あまり景色が楽しめない区間というのも結構あるんですよね。南九州の鉄道旅行ではこれがちょっと残念なところです。指宿枕崎線は割と高台のところを走っていきますので、かなり遠くにですが東シナ海を時折望むことができます。建設された年代が1960年代とかなり遅めなんですが、そういう路線は大体ですね、まだ開発されていないちょっと高めの山際にですね、トンネルなどを駆使して建設されていることが多いです。指宿枕崎線もその一つですね。やはり景色をうまく撮ることがなかなかできません。肉眼ではそこそこ海が見えているんですが、南九州は特に夏になると非常に草がよく育ちますし、JR 九州としてもこんな赤字路線にそこまでの大金を突き込んで除草作業をしようとも思っていないと思いますので、新型車両が入るまで綺麗な景色はお預けになるかもしれません。最初の停車駅、薩摩板敷駅、実はすぐ近くに水産高校がありまして、平日は通学の高校生がたくさん降りていきます。やっぱりピントが合いづらいですね。ガラスが曇っています。もうこの指宿枕崎線を通勤で使う大人ってもうほぼいないんじゃないでしょうかね。ほとんどが学生と運転免許を返納した高齢者ぐらいだと思います。おまけに近くの道路をしっかりバスが走っていますので、正直この指宿枕崎線の指宿より西側を廃止にしても、十分やっていけるんじゃないかなと思います。
この辺りはシラス台地といいまして、桜島の火山灰が降り積もった土壌になっています。皆さんも中学校の社会の授業とかで習いましたでしょうか。非常に水はけがいい土壌で、水を溜めようとしてもどんどん抜けてしまいますので、この辺りには水田というものはほとんど見られません。代わりに畑作が盛んに行われています。特攻隊の基地で有名なチランというところがありますが、あそこはチラン茶、お茶で有名です。そういうお茶が特産になっているのも、こういう地形が影響しているのです。奥に見えているのは多分あれ屋久島ですね。晴れているのでかろうじて見ることができました。台地の上に延々と畑が続いています。この区間観光列車こそ走っていませんが、そこそこ景色は綺麗なんじゃないかなと思います。この指宿枕崎線の西側の区間、九州でも有数のローカル線区間でして、最高速度も時速65キロぐらいまでしか出なかったはずです。駅を出発するときも本当に非常にゆっくりと加速していきます。だいたい時速40キロ台、これではバスとほとんどスピードは変わりません。 JR 九州はうまいこと経営をして、最近まで黒字だったんですが、このコロナの状況で一気に収益が悪化しております。正直こういう極端に需要の少ないローカル線がいつ廃止されるのか全く分かりません。肥薩線みたいに大きい災害がやってきたら、もうかなり長い期間運休になるのは間違いないと思います。薩摩塩谷駅を出発。この駅には確か線路に敷く砂利バラストを置いておく基地みたいなのがあって、この区間の保線基地として機能していると思われるんですが、線路の方は1本しかありません。こういう単線区間では、駅のところだけ線路を2本設けて、反対方向の列車と行き違いができるようになっていることがあるんですが、指宿枕崎線は極端に利用が少ないので、10駅連続ぐらいで行き違いができる駅はありません。駅のホームと踏切周辺を作り直しています。正直この駅の名前は分かりませんが、確かに綺麗になっていますね。いくら大赤字路線とはいえ、最低限の補修はしてくれているみたいです。この辺りほとんど人が住んでいないというわけでは全くなくて、実際には結構道路沿いに集落があります。ただ指宿枕崎線は建設されたのが遅いということもあって、結構その主要道路から外れたところに駅が設けられています。奥にヤシの木が並んでいるのが見えましたでしょうか。あれが国道ですね。結構駅が離れているので、地元の人にとって JR は利用しづらいんじゃないでしょうか。画面左奥の方に非常に綺麗な山が見えてきました。あれが薩摩富士と呼ばれる開門岳です。開くに聞くと書いて開門岳。実は小学校の頃に一度家族で登りに行ったことがありましたが、9割ぐらい行ったところで突然天候が悪くなってね、もう少しのところなのになんで行けないのかと泣きながら引き返した覚えがあります。ようやく行き違いをすることができる西栄駅に到着。向かいのは枕崎行きではなくて、この西栄止まりの列車です。西栄止まりの列車も1日に数本設定されています。枕崎から県庁所在地である鹿児島まで行くときは、公共交通だともうバス一択になってしまいます。 JR だと2時間半ぐらいかかりますからね。しかしこの西栄までだったらギリギリ JR が勝っているようなので、若干ですが本数が多いんでしょう。相変わらず一面に畑が広がる景色が続きます。空気が澄んでいてかなり景色はいいですね。ちょうどこの辺りから真北の方角に進むとチランになりまして、チランのお茶畑は、鉄道では味わえないんですが、非常に景色が綺麗です。正直鉄道では十分に観光はできないんですけれども、この辺りを車で観光するのはすごい楽しいと思います。チラン以外にもですね、この辺りだと開門駅の近くになるんですが、薩摩の国一宮である平木神社という神社もありますし、またその近くにはですね、非常に涼しい渓谷の中で流しそうめんを味わうことができる東泉郷というところもあります。何十回も行ったことがあるんですが、夏は渓谷の非常に涼しいところでそうめんが味わえてとてもおすすめです。頑張ればバスで行くこともできます。まもなく西大山です。 JR 最南端の駅西大山にやってきました。ここから開門岳が非常によく見えるということもあって、最近は結構観光地として知名度が上がっていますが、ホームを見るとうわなんじゃこりゃ、30人ぐらいホーム上に人がいました。しかも写真撮って終わりじゃなくて、その人たちがみんなこの1両の列車に乗ってきたんですよ。当然全員座りきることはできなくて、僕の横にも1人女性の方が乗ってきたんですが、よくよく話を伺うとですね、なんと北海道の稚内からこの、西大山まで5日間鉄道だけで旅をするというツアーがあるみたいで、皆さんその参加者でした。
ずっとね北海道内は特急で、あとは本州は新幹線を使ってずっと来られたそうですけれども、今朝指宿のホテルを出て貸し切りバスでこの西大山まで来て、ここだけみんなで乗車するということらしいです。まあ、横に座った60歳の女性の方と、まあ僕もこの辺りには詳しいんで、あのさっきのが山川駅っていう日本で最南端の有人駅ですよみたいなお話をしながら一緒に指宿まで乗車しました。もう普段からこれぐらいお客さんが乗ってくれていればいいんですけれどもね、日本最南端の駅があるというだけで満員御礼にできていたわけです。もう行き過ぎてしまいましたが、山川と指宿の間だけは結構海に接近していて、非常に綺麗な太平洋を見ることができます。確かね、皆さんフルムーン夫婦グリーンパスだったかな、 JR のグリーン車が乗り放題になるという切符をお持ちで、この日はこのまま鹿児島中央まで出て、九州新幹線、山陽新幹線を使って、横の女性は名古屋出身らしいんですけれども、そのまま名古屋まで帰るとそうおっしゃっていました。その女性の方はそんなに鉄道が好きっていうわけではどうもなさそうで、3日間新幹線に乗り続けてさすがに飽きてきたとそうおっしゃっていましたね。結構面白かったです。枕崎から1時間と40分ほどかけてようやく拠点駅である指宿に到着。今までは1両でしたけれども、ここから先は鹿児島への通勤通学輸送も担う区間です。とても1両じゃ運びきれませんので、1両から堂々の4両編成に乗り換え、ちょうどホームの向かいに止まっていました。こういう機動車ディーゼルカーで4両編成っていうのはなかなか見ないです。いやー立派ですね。それこそ40年前は結構大きい都市でも電化されていない路線というのがありましたので、こういう長編成の機動車列車は多く見れたと思うんですが、もう最近はめっきり見かけません。ちょうどこの日は導入されたばかりの DD200 型というディーゼル機関車ですね、新品のレールとか新型の電車とかを牽引するための機関車がちょうど指宿枕崎線に入ってきていたということもあって、何人か撮影に来られている方がいらっしゃいました。帝国で指宿駅を出発、先ほど西大山から乗られてきた団体さんも大体の人が乗り換えたと思うんですが、4両あるということもあってさすがにガラガラでした。ボックスシートで快適です。3両以上つなげているときは自動放送がないのか車掌さんによる肉声の放送が楽しめます。もうこのキハ40を使っていて、しかも4両編成車掌さんも乗っていて肉声放送ってね、このご時世ではなかなか味わえないんじゃないかなと思います。ほとんど40年前と変わっていないんじゃないでしょうか。読み方が難しい二月電駅、指宿市役所の最寄り駅です。40年前は当然のように有人駅だったと思いますが、2015年に無人化されています。指宿枕崎線、指宿より北側は非常に海の景色、錦江湾が綺麗に見られる車窓が続きます。ここは宮ヶ浜かな、海の近くまで山が迫ってきているので、どうしても海の近くを走ったり、ちょっと山側、内陸側に戻ったりということを繰り返していきます。平地は狭いながらも、その狭い平地に結構家が密集して並んでおりまして、住んでいる人もそこそこおります。まあそれぞれの駅でだいたい1日あたり数百人ぐらい乗り降りがあります。今やってきた駅は薩摩今泉駅、10年ぐらい前に放送された大河ドラマ篤姫の篤姫に結構ゆかりがあるところだそうです。快速菜の花という快速列車の停車駅にもなっています。今下を走っているのが指宿と鹿児島を結んでいる道路ですね。こういうふうに片側一車線がずっと続いておりまして、あまりスピードを出せず、そして朝の時間帯には結構渋滞するので、指宿枕崎線は他のローカル線と比べて結構利用者が多くなっています。まあ、もちろん指宿より北側に限った話です。急なカーブがあるところでは分かりましたかね、4号車からだと先頭の車両までよく見えています。指宿枕崎線は利用者が多いという話をしましたが、本格的に増えていくのは途中の拠点駅である喜入駅あたりからで、昼間はこの辺ではまだまだ少ないですね。それでも各駅では1駅あたり、まあ、2、3人ぐらい乗ってくる人がおりました。読み方が難しいぬくみ駅を通過、このぬくみを過ぎたあたりから線路の目の前に錦江湾が広がる景色がしばらく続きます。この景色ですよ。今日は若干空に雲が見えているのでそこまでの爽快感はないですけれども、本当に真夏の快晴の日に訪れるとこのあたりの車窓は最高です。
もちろん横の道路を車で通っても非常に素晴らしい景色を楽しむことができます。実はね、指宿から鹿児島まで行く路線バスがあって2時間くらいかけて行くんですよ。そっちも1回乗ってみたいですね。指宿枕崎線だと、鹿児島までまあ1時間ちょっと、路線バスだと2時間ということで、道路の方がいかにスピードを出せないかというのがわかるかと思います。しばらく進みますと奥の方に何やら大きな埋め立て地が見えてきました。ちょっとやっぱガラスが曇っていてピントが合わせづらいのが大変ですね。これは喜入にある日本最大級の石油備蓄基地です。エネオスの喜入基地というそうですが、日本で消費される石油のおよそ半年分があそこで保管されていると。中学生の頃授業で習った記憶があります。最近石油の値段がかなり値上がりして、史上初めてこの石油の放出に政府が踏み切ったと、そういうニュースが流れてきました。まあ、万が一の時ですけれども、もし日本で戦争とかが起きてしまった場合には、あそこの石油基地が生命線の役割を果たすということです。喜入の手前では一瞬ですが内陸部に入ります。狭い平地にたくさん畑があって、その隙間にところどころ新しい家が建っているのが見えます。ちょうどこのヤシの木が両側に建っている道が喜入の石油基地の入り口になっているところですね。うまいこと撮ることができました。撮影はし損ねたんですが、この辺りで指宿枕崎線の拠点駅喜入駅を通過します。喜入駅まではだいたい1時間に1本ぐらいの本数でしたが、ここから先は30分に1本ぐらいまで本数が増やされています。朝のラッシュの時間帯には、まあ、1時間あたり3本ぐらいはありますかね。地方路線にしてはかなり本数が多いと思います。といってもスピードをそこまで出すわけではなくて、時速70キロぐらいです。一応最高速度は時速85キロとなっているんですが、80キロ台まで出しているのはほとんど見ませんでした。カーブが多いのでそこまで出せないんでしょうかね。線路はしばらく海のすぐ際から離れて、若干小高いところを走るようになります。小高いので遠くの景色もよく見ることができます。あれは石油を運んでいるタンカーでしょうか。どうもそのように見えました。この辺の斜面はよく日が当たるので、ところどころ柑橘系の栽培がされているのがわかります。喜入を過ぎてからは列車の本数も多くなるということで、途中の駅で行き違いが見られることが多くなってきます。手元に1982年7月の時刻表があるんですが、当時は鹿児島市内に近くなっても基本的に日中は1時間に1本の運転で、結構混雑していたんじゃないかなと思います。実際ですね、70年代に、最長片道切符の旅行をされた宮脇俊三さんという有名な気候作家の方がいらっしゃったんですが、その方もですね、経路中最も混雑していたのがこの指宿枕崎線の鹿児島の近くだったと、そう記述しております。多分乗車したのが夕方だったんでしょうね。首都圏や関西圏だと朝ラッシュや夕方は混むっていうのは分かってたので避けていたと思うんですけれども、知らないで指宿枕崎線に乗車されたんじゃないでしょうか。やっぱり急なカーブがあると先頭車両まで見えますね。いや、かっこいいな。今日は土曜日ということもあってか、指宿方面へ向かう車も結構多いですね。鹿児島市内が近づいてきますと、もう錦江湾沿いから離れて内陸を走るようになっていきます。西鹿児島まではずっと内陸です。車窓から見える景色にも住宅が多くなってきました。奥に見えているのは桜島じゃなくて工場かどっかからの煙でしょうかね。鹿児島市は現在人口が60万人ぐらいおりまして、かなり多いです。政令指定都市に一番近い町なんて言われ方もします。間違いなく南九州の中心となる町です。鹿児島の近郊に入って、周りにはほとんど畑などは見られなくなってきました。この辺りは坂の上という地区、まあ、名前そのまんまで坂の上にある地区なんですけれども、横を走っている車をバンバンと追い抜いていきます。家と勤務先それぞれが駅の近くにさえあれば JR で通勤したくなるんじゃないでしょうか。五井野駅の次の坂の上駅、線路が一線、ホームが一面だけの駅ですが、侮ることなかれ鹿児島市内で3番目に利用者が多い駅です。この日も若者がたくさん列車を待っておりました。さすがにこの辺りから列車内もかなり混雑をしてきて、立ち客も見られるようになってきます。西鹿児島に向けて坂の上から、まあ、坂の下に降りていくわけなんですけれども、途中で結構見晴らしがいい区間があって、鹿児島の街を一望することができます。今一瞬右手に桜島も映りましたね。鹿児島はちょっとでも高台になっているところからであれば、この雄大な桜島を楽しむことができて、大航海時代には東洋のナポリと形容されたこともあります。ナポリはベスビオ火山が鹿児島と同じように地中海の洋上に浮かんでいるように見えて、地中海有数のリゾート地です。
その縁もあってね、鹿児島市内にはナポリ通りという通りがあって、ナポリ市内の方には、鹿児島通りという名前の通りがあるそうです。そういうふうに友好関係を結んでいます。今止まった次元寺駅、隣の谷山駅と一緒に2018年に高架化されました。この次元寺、今は無人駅なんですけれどもね、この1階の切符売り場とかのあたりがすごい装飾が凝っていまして、デザイナーさんの名前からよく水戸岡デザインとか呼ばれるんですが、めちゃくちゃ綺麗な無人駅ということで別の動画にまとめてありますので、よろしければそちらもご覧ください。公開期になっているということもあって、この駅からもよく桜島を望むことができます。やっぱり綺麗ですね。富士山と同じで独立峰、綺麗な裾がよく生えています。先ほどの坂の上が市内で3番目に利用者が多いと言いましたが、次の谷山が2番目に利用者が多い駅です。鹿児島中央の次ということですね。利用者が多いということもあって、鹿児島県内の駅では珍しく、あの簡易式ではなくてしっかりとゲート付きの、ちゃんとした自動改札機があるんですけれども、この谷山駅まさかの無人駅になっています。市内で2番目に利用者が多いにもかかわらず無人駅と、多分鹿児島中央からですね、機械で一括して管理をしているんだと思われます。ちょうど反対側に指宿へと向かう観光特急指宿の玉手箱号が通過しました。今までお見せした通り景色が非常に良くて、かなり人気がある列車です。多分鉄道で指宿を目指す観光客は大体あれに乗るんじゃないでしょうか。国鉄から JR に民営化がなされなければ、ああいう観光列車は今でも全く走っていなかったんじゃないでしょうかね。市内が近づいてようやくこのキハ40も本気を出してきました。時速80キロを出すことも出てきます。谷山からの利用もかなり多くて、もうボックスシート4人分全部席が埋まってしまいました。谷山あたりからは日本最南端の路面電車、鹿児島市電も並走するようになります。市電の終点谷山電停とこの JR の谷山駅若干離れていて、昔から近くまで市電の駅を引き延ばそうという話があったんですけれども、なぜか計画はなかなか進んでおりません。かぼちゃ色の市電の電車とすれ違います。他の路面電車と比べて若干車両の長さが短くて、詰め込めるお客さんの数も少ないんですが、それでも鹿児島市電は黒字、健全経営を続けていると聞いたことがあります。南鹿児島駅に到着。市電と至近距離で乗り換えることができる数少ない駅です。ここでもそこそこお客さんが降りていきましたね。 JR と市電はまあ並走こそしておりますが、それぞれ行ける場所が若干ですが異なっているので、まあ、どちらかというとうまく共存しているという感じがします。昔はこの南鹿児島の次が終点の西鹿児島だったわけですが、 JR になってから新しく郡本という駅が新設されまして、鹿児島大学の最寄り駅の一つになっています。国鉄時代はあんまり積極的に駅の新設ってやらなかったんですが、 JR になってから特にローカル線ではバンバン行われるようになって、利便性を高める努力というのが今でも続けられております。指宿から1時間と16分かけてようやく終点の西鹿児島、現在の鹿児島中央駅へと到着です。鹿児島中央駅の手前には広大な車両基地がありまして、いろんな車両が止まっています。かなりの部分が国鉄時代の車両ですね。もちろん JR になってから開発された車両も、まあ、これから日豊本線で乗るんですけれどもあるんですが、そういうのはだいたい日中の運用に入ってしまって、主に朝運用に入る国鉄時代の車両たちが今お昼寝をしているわけです。今目の前にある青帯の車両が4両編成なんですが、朝ラッシュ時間お客さんを詰め込むには便利なんですが、昼だとねちょっとオーバースペックになってしまうので、ラッシュ時のみの運用になっているのです。鹿児島中央に着く頃にはもう立ち客もかなりたくさん出ていて、普通に首都圏の電車の中かなと見まごうほどの混雑になっていました。もちろん首都圏や関西圏と比べて電車の本数も少なくて、車両の長さも短いので、大都会並みに公共交通の利用者が多いというわけでは全くないんですが、まあ、鹿児島が地方都市でも結構公共交通が便利だというのがわかります。枕崎から2時間と40分かかりましたかね。ようやく鹿児島中央に到着しました。枕崎の人が鹿児島に買い物とかに出かけるときには、自家用車でないとすると、まあ、バスを使いますね。バスの方が1時間ぐらい早く着きます。いやこの4両編成のキハ47系か、いやかっこいいですね。機動車の長編成っていうのが一番好きかもしれません。